にちは。いや、です。ソフトークです。今日は、お散歩を兼ねて、徳川園へ行きます。季節ごとに、いろいろな花が、楽しめるので、とても楽しみです。徳川園は、2月20日に行ったので、詳細な解説は省略します。リンクを貼っておきますので、もしよければそちらも見てくださいね。現在、雨を聞く徳川園の和傘のイベント開催中です。和傘の貸し出しのほか、28品種、約1700株の花菖蒲を背景にして和傘を広げます。とのことなので楽しみです。今日は徳川園のみなので、徳川園前の地下駐車場を利用します。到着しました。歩道沿いにも花が植えられていて、とても綺麗です。池の鯉が元気です。水中の様子をカメラに収めたいです。オズモアクションを池に入れるか迷ってます。おすすめできません。恋に強奪されたら泣きます。あう、断念します。こちらがイベント会場のようですが、まだ早かったか、あまり花が咲いていませんね。
呼ばれる渓谷に来ました。もみじが多いです。秋は絶景と思われます。そうですね。じゃあまた秋にデートしましょう。はい。どうしました？バグってるみたいですね。だ、大丈夫です。久しぶりに DJI、オズモアクションを使いましたが、やはり我が家最強のアクションカメラでした。そして最強のコンデジ RX100 もいい。七夕飾りみたいですね。そういえば、もうすぐ七夕ですね。晴れるといいですね。そろそろ帰るんですけど。
あう、何か物足りない。この季節の花といえば？あ、アジサイです。そうです、アジサイです。今からアジサイを見に行きましょう。良いところ知ってます。はい、お願いします。OK、でも、撮った写真見てからね。二人はアジサイを見るため次の目的地へ向かいました。でもそれは次の動画のお話です。アジサイ楽しみですね。言いにくいのですが、多分キャスト変更あります。え、お願いします。黙ってますから連れて行ってください。了解しました。